タイヤ人特性群、隊員全員がアジンの特性を熟知し、アジンとの戦闘のみを想定し訓練された部隊。作中序盤から存在は語られてきましたが、存在自体が違法なため出動する機会が限られていました。目立った戦闘描写はあまりありませんが、佐藤の腕を守っていた高橋兄弟と兄の出した IBM の無力化に成功していたりと、戦闘描写は少ないながらも戦闘力の高さが伺えます。また物語終盤、タイヤの